お疲れ様、スラットです。今日はですね、バランス調整で最強になるね、あのデッキを紹介したいと思います。というわけで、こちら無課金ロケホーホグデッキやっていきます。今ね、動画撮ってる段階ではまだバランス調整が来てないんですけども、本日中にね、はい、もしかしたらこの動画上がってる時にはバランス調整が来てるかもしれません。というわけで、ナイトの HP が3パー、ロケホーの攻撃ね、初撃が40パーほど速くなってと、言った強化がね入ります。ウッドはね、下方されちゃう。そう、1マスのノックバック1タイル分が 0.7 タイル分になるっていうので、なんか前にもね、ノックバックが弱くなったんですよね、ウッドって。そうけど、シュール減ったかって言われると、安定してね、高かったです。はい、なんで、あ、これやべえかも。その全然3タイル分、0.3 タイル分減ったところで使用率下がるかって言われると、足んないそんなんじゃ足んないよね。結局ウッドってもう最強なんだよね。このなんかシステム上2コスで陸系なんでもね、全部消せて、小物系ね、カード回しでも使えてっていうので、結局最強だと思うんでね。はい、ウッドはまだまだ使えると思ってます。はい、この程度の下方でね、ウッドがなくなることはね、ないと思います。はい、でもまだね、何も調整されてない状態のロケホーです。ちなみにさ、懐かしのね、ロケホーホグです。なんか一時期やってたよな俺、ホグを極めようと大会に向けてね、多分やってたんですけど、このデッキなんか中途半端に追って気がすんな。まあ、そこそこにね、練習したデッキです。なんかバルキリー型もあるとは思うんですけど、そう、バルキリー型でも強い、全然強いと思うけど、まあ、ナイトがやっぱ強化されるんで、じゃあナイトでいいやんっていう話ですね。はい、いや、ロケホーめっちゃ強いと思いますね、個人的には。で、アーチャーも強化されるんで、アーチャーも強いんですけど、ロケホーアーチャー系のね、なんか3コスの遠距離の厄介なやつらがすごい増えそう。うん、前シーズンはね、ちょっと大型も、まあ、いつもと比べると多かったかなっていう気もするんですけど、今季は間違いなくね、このロケホーアーチャーの高回転族が生きる時代なのかなと思います。さあ、適当にハゲさして、もうやばい、こんな守れんやんって思い、あ、やばい、痛い痛い、目がないと嫌な目ね。はい、覚えました、相手のデッキ。ふう、逆いく1900まで削ってんで、テスラいっぱい立てとこうぜ。テスラ強いんでね、最近の環境だと、まあでもあれか、ない、ん、大砲とかボムタワーがやっぱ強いんだけど、テスラはテスラでね、全然強い。あ、なんか痛めに、いやー、マジで回転が早すぎて、ナイトのせいでなんとでもなるっていう。バルキリーだとね、全然強いんですけど、そのメガナイトマスケとか組んできた時とかの防衛もすごいやりやすいんですけど、まあ、ナイトの方がシンプルにね、回転が速い、いっぱいね、ロケ砲出せる、いっぱいテスラ当たってれる、ただそれが強い、ほんとそれだけですね。あとなんか相手のキング起動してるんで、それも楽ちんっすね。さあ、なんか柳ハメよくたやついたな今。さあ、ロケホー強い、これ一生残るんですよね。でこのロケット星がやられたら、2周目のロケホー出せばいいみたいなね。ああ、やられるから、いやー、やられないこれマジロケホー相手が何、柳ハメかポイズンぐらいだったら、まあその1ワード取れるわけですよ、バイオボでも。そう、ヤナメとかは持ってない限り、ヤナメ持っててこれだからね、ヤナメとか持ってない限りはマジで無双します。うん、まあ、クエイクウッドで処理だとか、まあ、ディガーでロケを狙うとか、そういったカードがなかった場合に今回ハゲるので、皆さん気をつけた方がいいですよ。とか大型使いの方は結構嫌な環境が来たんじゃないかなと思いますね。まあ、アーチャーとかだったらね、まだなんとかなるかもしれないんですけどロケホーはね、ほんまに大型
ベタすぎるんで。おエレジャイだ。さあこうやったね、エレジャイも今季でというか、まあ来シーズンはねここまで流行んないと思うんですよね。よいしょ、結局このクエイ工具とかに戦えないと思いますね。さあまあ金起動されちゃうんで、ロケホはねガンガン炎を飛ばしていきましょう。この6の拡散ダメもでかい。さあウッドで剥がして、多分 LJ めっちゃ歩くんで結構遠目にねこれいや熱いなこのホグ。あでトルネ使った。あまあ対抗あるんでホグでクエイク打てるぐらいまで貯めてもいい、てかないとホグクエイクまで行ってもいい。10コスブッパやりすぎか。まあシンプルホグクエイクでもいいんですけど、ホグクエイクでいいか。はい、結局全部ねロケホで回収できるんでねって考えると、これ一発入るだけで美味しい。ガチで強いかんなこのホグ。そう前シーズンも世界3位から、まあ、ホグがめちゃくちゃうまいプレイヤーで、クエイクホグ、アチャクイ型、アチャクイクエイクホグで世界3位ぐらい、世界3位か4位か、そうイアンっていうプレイヤーが取ってたんですけど、いやまあ今季はねそのプレイヤーがこれで世界一取んじゃねえかっていう、前取ってたんですよね。そう世界1位だったかな、覚えてないけど1桁1位だった気がする。ロケオホグでアイスピで固めて、さてスライムね、これ相手のトルネグうまいですね。うんで気づけばめちゃんこ刺さってるで全部ロケオでも、ロケオマジで強いのすごい好きなんですよね。まあなんでホグロケホも強いですし、ロイホグロケホも強そう。ロイホグロケホでも良さそうだガチであとはここ最近流行ってたこの鳥野郎ね、トリフェニックスちゃんにはテスラがぶっ刺さる。まあ大砲でこういうのもしっかり延命してあげると無限ロケ砲でさえ相手突破できないですね。まあ鳥は一応下方されるんだね。ぶっちゃけフェニックスの時代はね終わりそうなんですけどね。なんか結構痛めの下方だったと思う。8割ですね。生まれた時のフェニックスは HP も攻撃力も8割だったかな。しかも見た目がねちっちゃく分かりやすくなったら事故も減ると思うので、まだまだ強いんですけどね、メガゴよりはメガゴ使いの皆さん今どんな気持ちですかいやでも俺も使ってたけどな。まあジャイメガゴ、ロイジャイメガゴ、ゴブジャイメガゴ、ラバメガゴ、まああの位置の代わりってねいっぱいいるんでね、なんかやっぱこうそのキャラだからのだからこその良さがないとね苦しくなってくるんですよ。やめて、にゃん、アウプリか。いや、やりこぼいったの、行ってみるか。スケブときはやめて。さあシーズンもリセットされたんだね。最初に勝つの一気に上り上がれます。10とかねもらえたりもするんで、あと勝率 100% ちょっとね目指したいんですね。今んとこまだ負けてないので、100% 展開結構ねクリアしてる人もいるみたいなので、無敗展開ね、私もそれをしたいと思います。はい、このデッキだったらガチでありそうだな。さあウッドで芝生、うん、あウッド使っちゃった。まあいやーロケホ今これあのまだ強化されてないですから、今までの普通のロケホですからね。こっから攻撃の初撃が4割速くなる。どんだけ化けてくれるんですかね。さあでテスラもね置いとけばいいんでね、ウッド使いたいんですけど、ああ
使いたいけど使いたくないんで。あ、なんか今ミニペ位置がペコってなったな。さあ無限ロケホです。ロケホもね、その個人的になんだ使いやすいカードランキング、チンパンカードランキングの上位に来るやつだと思ってるんで。さあプリンセスぐらいがねめんどいなってくる。あでもこれで終わるっすからね。セムウッド上行く。さあ道を開けろ一発で、こういうので負けるのがもったいない。まあでも回転早いんで。でここはテスラさえ延命しとけば、はいテスラゲーホグでっつったっけ。コストないんですけどね、一発やればいいやろ。はい、さあ言ったとこですよテスラ、まあ、テスラの枠は、まあ、インフェとかインフェでもいい、大砲でもいい、うん正直そこはね。まあでも大砲だと空の防衛も苦しくなってくる。まあボムでもいい本当に好みではあるけど、全てに勝つはテスラかな。大型とか意識するならインフェだし、テスラ立てまくっとけばいいんじゃない。さあファルチェはトルネードありそうなんで単品ホグはしたくない。おお、ペッカファルチェ、いやこれ怖いっすね、トルネでね、いやなめでね。さあ痛い、うん、ヤナメか、マジヤナメがやっぱ一番嫌ですね、このロケ法からしたら。ヤナメかもしてくれよ。なんかね昔はまあヤナメもいたんですけど、そんな今ほどのサイルズはなかったんですよね。やっぱウッドザップ雪玉、うん、なんかその辺がすごい多かった気がするっすね、ここ最近なのかな。なんかヤナメのねサイルズも、あいや量え？めっちゃ量や、すごい高いような気がしてる。さあなんか変態野郎が来た。ペッカメガナイトトルネヤナメどっちいいやねえかい、どっちいいこのロケット押したらもうヤナメの餌です。はい一旦打ってもらってね、トルネかどっちだったかサイクルが。さあなめ、おいちょっと待ってくれ、おいペッカ、えやばいやばい、本気の本気のドッチーだ。今度から君たちをドッチーと呼ぼう。さあ、あのペッカメガネテリバブか、その守れれば別に勝てるわけなんで、無理しなければいいんですよ。はい、しっかりテスラをね置くっていうのが大事になってきます。テスラさえ置いとけば突破されません。お、はい、でもこれで攻めてあげてね。はいはいはい、いやこれがね強すぎる相手のペッカだって何もしたらアイリンババも戻ってきちゃう。はい、でテスラに戻してあげて、しっかりエレキにも当ててあげて、まあ、もう一回延命してもよかったのもね、まあ、これには目がないとかどうすんの。はい、いやガチで強いな。なんかしっかりこのテスラをずっと置いとくテスラ本気で、ね、うざいんでね、やっぱこうされたら嫌じゃないですか、いっぱいテスラ置かれてみたら。じゃあそれをこっちがしてあげるっていうのが大事ですよ。でまあキノコがね頑張ってくれる。一回怖いんで下げてね、冷静にね。はい、
あ、待って、やべ、違う。オットマン、オットマン、ごめん、違う、事故事故、不良の事故。まだ突破できないですからね、機械とも諦めたっす。オッケー。いや、テスラ久々に使うんですけど、本気で強いね。これをクロス使いはずっとやってんのか。クロスと、クロスと、これ一緒です。ホグの枠クロスにしても戦いなさい。まあ、クエイクをね、ファイボにすればいいかと。テスラ立てて、ロケットし出して、あ、いけそうっつってクロス立てる。ほんとに。テスラクロスもテスラホグもテスラなんかも全部一緒だからな。テスラ立ててるだけっす、やつら。あー、ガチで。ガチで。いい攻め。アイスピ使ったってきつい。あー、でもロケットし、やなめ。いや、でも、エリボが弱っ。はい、でこのデッキの強みはね、もう1コストいっぱいあるんでね、さあ全部燃やしてあげて、あー、こういうのもなんか残しておいてあげるとね、相手からするとちょっと嫌なんだね。さあ一生テスラです。今俺がしてるということはこれが増えるってことですから、わかんない、増えるというかね、そういう環境がもう来てしまいそうなんで、ちょっと怖い、嫌だ。自分がしてるけどされたら本当に嫌だ。えってか、なんかダメージ入りすぎやね。ロイジャーホグメガネットだけはマジやめてほしい。さあウィザード、いやでもウィザードボコスカに、はい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 、いやいいよ、ロイジャーホグね。ちょっとテスラ多めでいこうか、さっきよりも。テスラ突破されたら終わるな。一生テスラっすね。あとまあ、やなめなんですけど、2周目のロケットです、最強。よいしょ。あ、なんか、エリババかこれ。流行り時代これは。さあちょっとテスラをね残しておいてあげなきゃ。やばい、これロイジャーホグ来る。またさあとりあえず無理して、お、相手これやったっすね。もうこういうのは言ってあげてね。ウッドまで打っちゃってもよかったが、無理はしない。俺もテスラで打ってくるんですよ。稼働時間かな、ちょっと前に短くなったの。さあ、アイスピで削りながら、さあ、ロケホーム元素で。で、これは、嫌な雨で行かれるよ。じゃあ、次のロケット押しがね、残るよねっていう考えですね。はい。で、テスラももう一本置いちゃう。これで相手は突破できない。なんか、ホグデッキでも外役のイメージだな、テスラあるだけで。あるだけで気分を損ねる。さあロケット押しが拡散、拡散もう一発入れたらこれ勝てるんじゃね。オーケー、ロケの拡散もねそこそこ強いんでね、なんかもうちょっとダメージ下げてもいいんじゃないかっていうぐらい強い気がしてるので、ロケホー時代、まあなんテスラ、まあロケホー時代かな、ナイトロケホー、うん、ナイトは強いのに強化されたんでね。なんなら火砲を求めてたまである。うん、硬すぎる。勝てんのにもっと硬くなってしまった。さらい。チーニング。とりあえずテスラ欲しい。テスラ置いてスタートでもいいですよ、試合。開始早々、テスラ置いとけばいいんでね。さあランバーってことはトルネードのねサイルスもちょっと高いんで、あんまホグを飛ばしたくないんで一旦クエイクでね、一旦クエイクで。さあゴーレム来た。まあこれは一旦守るプラン。さあでこれ固めて
頑張れ。助け出しとくか、これ。小型これ。いや。取るね。ヤナメ？あ、ロケット押し俺なんで行かれたんだ、今。ヤナメだな。おー、ありがとう。しかもレベル9だ。申し訳ない。ボッコボコに壊れた、今。さ、嫌だった取るねはないね。あるんかい。贅沢だな。さあ、ゴレの、トルネアナメ。トルネアナメね。さあ、しっかりユニットね、合わせていくぜ。トルネアナメか。ロケットしまし残んねえな。テスラ残すか。テスラ。テスラ立てて。僕も飛ばしちゃおう。こっちにね。おっと、ヤナアメ。さっきから俺の対戦相手たちさ、ヤナアメのエイムが悪い。で、この辺でもう一回飛ばせそうっすね、ホグライダー。あ、で、相手フェニックスのさ、やつだ。フェニックス。ロケ砲流行ったらまた終わりそうっすけどね。アイスピで固めて、待って、ライドロ危ない。うん、このね、攻めホグはトルネで守られるじゃないですか。けどそこに防衛であのトルネードを使わせられるんで、そうするとこのロケット押し、まあ今回ヤナメがあるんであれですけど、ヤナメとか持ってない相手のゴーレムだったらね、これ結構良かったりします。ロケホが残るんだね。攻め保護することで残します、ロケット押しを。さあ、あっちに取りに使ったんで、こっちのロケット押しはずっと残るよと。で、606はね、サーカス始めますか。3周回します。やべ、待って、あ、待って、この服、え、ガチでやべ、回らんかも。だってしくった、しくった、本気でしくった、本気でしくったけど、本部が、本部が殴っちゃった。あんな人見える人が殴る。さあ、3周結構遠かったね。アルベ11だと、11だと思ってると多いです。気をつけて。はい、というわけでこちらの、クエイクホグね、まだバランスちょっと来てないんですけど、動画上がってる際だとね、本気で強くなってると思うんで、皆さんもぜひねやってみてください。ではチャンネル登録お願いします。ではお疲れ様でした。